こんにちは、快適アートです。秋の絵手紙、今回はもみじを描いてみました。今回使う画材です。吉祥の顔彩24色セット、彩色筆、裏面がはがきタイプの画線紙です。今回は線画は描かず、彩色筆での着彩から始めます。紅を取ります。筆の半分くらいまでに取るようにします。筆先は濃く、筆の腹は薄い色味です。まずは1本先の尖った線を描きます。最初の線を中心にギザギザと描いていきます。筆先が左下を向くようにして筆を立てて塗っていきます。筆先を使ってギザギザの感覚でペタペタと筆を置いて塗っていきます。最初に描いた塊を中心として左右にだんだん形を小さくしながら、全部で7つに分かれたように葉っぱを描きます。この方向で葉っぱを描くのは右利きの人に向いています。左利きの人は左右を反転させた構図で描くと描きやすいです。筆先が尖るように調節しながら塗っています。最後は筆の腹で形をくくります。葉っぱの付け根の方は色が薄くなるようなグラデーションで塗れます。絵の具が薄くなったら付け足しながら塗っていきます。ギザギザのところなど、描きにくければ紙を回したり、少しだけヒントになる下書きをしておいてもいいかと思います。次に筆全体に線香器を取り、筆先半分に上紙を取ります。筆先がオレンジのグラデーションの筆です。先ほど描いたもみじの斜め下に少し色が薄めに色づいたもみじを描いていきます。同じように筆先でギザギザを描き、葉っぱの付けになるに従って筆の腹でグラデーションで黄色になっている感じで塗ります。これも描きにくければ紙を回しながら描くといいと思います。1枚葉っぱを描くごとに絵の具を付け足しながら背景のもみじを描き加えていきます。次は左の方に葉っぱを描き込んでいきます。
筆に取る絵の具の量で少しずつ色味が変わって描けます。もっと赤い感じにするのもいいですし、逆に黄色っぽくして黄緑なんかを加えるのも素敵かもしれません。今回は線画を描かずに彩色筆で直接形を取りながら同時に色を塗っていく方法で描いています。輪郭線がないので、この描き方は空間的な描き方に向いていると思います。今回はもみじ一枚一枚が見えるような作品ではなく、もみじがある風景の一部を切り取ったような感じにしてみました。筆先の尖った形を利用してギザギザを描いていきますので、毛が消耗して丸くなっていない新しい筆が適任です。古い筆は古い筆で役に立つこともあるので、私は常に2本以上筆を持っているようにしています。2枚目に描いた葉っぱに重ねるようにして最後の葉っぱを描き込んでいきます。一通り形が描けたら線香器を筆に取り、上から色味を足していきます。次に線香器、筆先に上紙を薄めに取り、ランダムなタッチで余白に色付けをします。背景に少し色を置くと、光に透けるたくさんのもみじの様子が出てきます。ここまでできたら一旦絵の具を乾かします。乾いたら紅を濃く筆に取り、葉脈などを描いていきます。かなり濃い色味で描きます。筆を尖らせてスッと早いタッチで塗っていきます。紙が完全に乾いていないと、にじんで細い線が描けないので注意してください。最後に枝を塗ります。栗川茶と本藍を混ぜ、焦げ茶色を作ります。かなり濃いめにしました。枝を描き込んで完成です。こんな感じで完成しました。秋色見つけたもみじ狩りと書きました。真っ赤になるにはまだまだかかりそうですが、今年のもみじも楽しみです。お弁当を持って出かけたいと考えています。今回のポイントは、ギザギザの葉っぱを線画を使わずに筆先の尖ったところをつなげるようにして塗っていったことです。線画がない分、ふんわりした空気感のある印象で綺麗に描けたかなと思うので、ぜひ描いてみてください。
皆さんの描きたいモチーフも知りたいので、よければコメント欄で教えてください。ご感想、ご意見もお待ちしております。また快適アート絵手紙のツイッターアカウントでは、動画内で描いた絵の画像などをアップしています。アプリ内の検索でユーザー名@快適_絵手紙、または漢字で快適絵手紙と検索すると出てきます。フォローお待ちしております。最後までご視聴いただきありがとうございました。